川ひとみです。はい、ということで今日はどこだっけ、浅草に着物をね、日本を体験しに来ましたですよ。日本人だけどね、思いっきり。これからいろいろちょっと回ってみたいと思います。バイバイ。あ、これじゃない？これだ、来たよ。あった。初詣しに行きます。初詣行ってきます。煙すごいね、すごいね、めっちゃ混んでるの。今日何、今日は水曜だよね、うん、普通の日なんだけど、うん、なぜかすごく混んでます。多分外国人のお客さんが多いのかな、きっと。行きます。いいよ、行くよ。全然見てなかった。あ、よかった。あ、美味しそう。姉さん、なんかおまけみたいのついてない？おまけみたいのついてる。こんなんです。きびだんご。甘です。いただきます。めっちゃ美味しいじゃん。うーん、めっちゃ美味しい。ちなみにほぼ切れてる。うん、アウチ。体には優しい。これ美味しい。5本ちょうどいいかもね、2人で。うん、誰かよだれかってください。はい、浅草いかがでしたか？楽しかった、美味しかった。きびだんごが一番美味しかった。美味しかった。きびだんご超美味しかったから。あとすき焼きのお肉、お肉。あと今半ね、今半も美味しかった。左に曲がります。はい、左に曲がります。そしたらね、今日はこれでおしまいなので、また来年同じことしよっか。そうだね、またね、来年これ楽しかったね、まず着物。楽しかった。なのでまたこれ2018年に、うん、多分やりたいと思います。はい、今回はポンちゃんと浅草の旅でした。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。